今日は静かだね。うん。鐘の音、私たちの心の音だったんだと思う。もう鳴らない？うん。もう鳴らない。でも、まだ鳴ってるところがある。ええ。だから、私たちは行かなくちゃならない。レックスと一緒に。光？レックス。どこも悪くない？怪我してないってのは俺の体でわかるんだけど。ええ、大丈夫。私、ずっと、その、君の膝の上で。うん、初めて会った時と逆だね。っていうか戻れるんだ光に。ありがとう。ああ、変なことは言ってなかった？寝言とかいびきとか歯ぎしりとか。私寝相悪いし。いびきとか歯ぎしりするの？するわけないじゃない。物の例えよ。失礼ね。全然。あれだけ激しく戦った後だからかな。ぐっすりと眠ってたよ。そうならいいけど。ここは？みんなは？多分雲海の底。サルベージャーたちがモルスの地って呼んでるところだと思う。みんなはどうなったかわからない。落ちてきたのはあそこ。あんな上から。下からものすごい勢いで気流が舞い上がってるみたいなんだ。あんな上から落ちても助かったのはそのおかげかな。多分みんなも。そう。大丈夫？落ち着いたら探しに行こうかと思う。ここからも脱出しなくちゃ。でもどうやって？向こう。世界樹の根元？うん。あそこから上に上がればきっと。わかったわ。私のことなら大丈夫。行きましょう。そうだ、ホームラは？まだ寝てる。呼ぶ？いや、寝かしといてあげて。いろいろあって疲れてるだろうから。優しいんだね。サルベージャーの合言葉その5。男は？それはもういいから、さあ行きましょう。最後まで言わせてよ。そう、アデルに会ったのね。ああ、アデルさんの記憶の断片みたいなものだけどね。アデルさんに言われたんだ。本当に守りたいと思うもののために戦えって。だから決めた。
俺は光や穂村のために戦う。まだ少し頼りないかもしれないけどさ。そんなことない。私も決めたから、もう怖くない。ところでさっきの姿だけど、あれが私たちの本当の姿。剣変わったでしょ。あ、うん。単純な力だけじゃない。デバイスも自由に行使できるんだから、くれぐれも注意。注意？調子に乗るなってこと。分かった。でさ、あれどっちなの？どっちって？中身。どっちでもないわ。二人で一つ。カフェオレみたいなもん？何よその例え。まあ大体合ってるけど。名前は？ホムリ？ヒカラ？何よそれ。ホムラでもヒカリでもどっちでも好きな方で呼んでいいわよ。分かった、そうする。で、いつでもなれるの？必要があれば。そうか。何突然笑ったりして。いや、俺結構あの髪型好きだったりして。バカ、何よ急に。この音、きっとみんなだ。急ごう。ええ。